皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は、フェアウェイウッドの選び方っていうのをテーマにしていきたいんですけれども、まず男性のもちろんレベルにはよるんですけれども、男性の場合やっぱりこうちょうどまあバランスが取れてる、振りやすいし難しすぎないでって考えていくと、まあ5番ウッドが一番おすすめなのかなと。でもちろんドライバースプーン5ウッドってこう変わってだんだんこう下がっていくのは当然のことなんですけれども、まあ、練習する上で、それからやっぱりこういろんなことをひっくるめて、まあ、もちろんレベル、さっきも言ったようにレベルも関係してきますが、5ウッドを徹底的に練習した方がいいかなと。でその時5ウッド、じゃあどういうのがいいかというと、まあ、基本的には、まあ、これまたレベルによるんですけれども、球がこう上がりづらい人とか、まあ、振りのスピードの遅い人、それからどっちかというと、ビギナー向けの方っていうのは、どっちかというとフェース面、このヘッドの厚みですよね、のうちいわゆるシャローフェースの少し薄めの、ヘッドのクラブの方が、球が基本的にはクラブの構造上上がりやすくなってくるので、薄めの、フェアウェイウッドの方がいいかなと。で、逆にちょっと上級者の人たちっていうのはどちらがいいかというと、少し、ディープフェース気味、いわゆるこのストールからこのフェースのクラウンと上の部分までですね、が厚いやつですね、の方が、まあ、吹き上がりすぎたりだとかしなくて、比較的コントロールもこちらの方が、まあ、スピンコントロールがしやすくなってくるとか、で、合わせやすくなってくると。だから初心者向け、それからヘッドスピードが上がらない、ペアルーパーも得意じゃないっていう人は、シャローフェースで、逆に、上級者の人はディープフェースっていうようなイメージで、フェアウェイと選ばれると、そんなに、間違いは起きないかなということ。それから、まあ、シャフトなんですけれども、まあ、これは当然もう、ね、上級者の人は分かっていると思うんですが、まあ、ドライバーのシャフトよりも、まあ、ちょっと 10g ぐらい重い方がより、フェアウェイといいです。例えばドライバー 50g ぐらいのシャフトを使っている人は 60g、逆にドライバーがやっているドライバーが 60g ぐらいのシャフトを使っている人は70台ぐらいのフェアウェイウッドのショットを刺していくと、非常にドライバーと同じような感じで、まあ、振りやすくなって増えてくるかなというところですね。で、まあ、フェアウェイウッドのヘッドの素材、今のさっきも言ったシャローフェースとかディープフェースって言いましたけれど、まあ、もし例えばドライバーが、のブランド、このドライバーのブランド気に入ってるんですっていうのがあったら、まあ、ファイブウッドを選ぶときも、まあ、同じブランドで行った方が同じ感じで作ってるんで、まあ、比較的選びミスっていうのが、まあ、少なくなってくるかな、まあ、比較的合ってるんで、無駄な買い物にはならないかなというふうに思いますね。やっぱりね、まあ、いろんなこうプロなんかドライバーとテーラーメイドを使って、スプーンはタイトリスト使ってとかいろいろいますけれども、やっぱこうプロだからいろいろこう自分の感触が分かって自分なりのアレンジでやっていけるわけです。例えば料理作る時も、塩を差し一杯とかあるわけじゃないですか。それを決まったメニューで、ね、まあ、決まったように来るわけです。ところがプロはいろんなこう状況によってアレンジしていかなきゃいけないんで、ここでちょっとだけ少し、なんか薬味をなんか入れてみるとかって言って、ちょっと味をこう変えることによって緊張した場面で曲がりづらくなってるっていうことが出てくるんで、自分にやっぱり合ったヘッド選びっていうのはすごい大切だけれども、初めの段階の時はやっぱりそうセットモンでやった方が楽かなというふうに思います。だから女性も、基本的にはフェアウェイウッドを選ぶときは、5ウッドではなくて、7ウッド、7番ウッドの方が女性はいいかなというふうに思います。もちろん5番ウッドも悪くはないんですけど、7番ウッドぐらいを使っておいた方が、より、まあ、今後ね、ご説明しますが、ユーティリティ選びのときとかにも、まあ、すごく楽になってくるかなと。できるだけ、女性は7ウッド、もしくは、ギリで5ウッドぐらい、でも3番ウッドになるとちょっと結構難しくなってくる。でとりあえず5ウッドから7ウッドぐらいの感じで、やってやるといいかなと。で女性の場合も同じです。シャフトは、ちょっと重くしていった方がドライバーよりはいいですし、ヘッドの素材も、まあ、女性どっちかというと上がりづらいからシャローフェースの方が多いのかな、シャローフェースを使った方がどちらかというとおすすめかなというふうに思います。だクラブそのものってやっぱりこう例えばプロゴルファーなんかもまあ、ちょっとここ最近また変わってきましたけど、昔なんかはフェアウェイウッドが一番こう買えないっていうね、あるプロなんかは17、18年ね、昔のパーシモンをずっと使ってたっていうプロもいますし、
まあ、毎年毎年出てきて、あのメーカーさん側もこう今度こういうフェアウェイウッド使ってくださいって言って、もちろん新商品をどん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  PR していきたいんで、あの使いたいんですけど、やっぱり商品稼がないとしょうがないんで、やっぱりこう自分に慣れた感じになってくるとなかなかこう変えづらくなってくる。要は逆に言うとこう自分にかなり合ったフェアウェイウッドが見つかると、なかなか変えなくてもフェアウェイウッドに関してはいいのかなというふうに思います。一番これがフェアウェイウッドっていうのが、あの変えるタイミングっていうのは周期は遅れて、違うところが遅くなってくるっていうふうに、僕はなんか思います。僕自身も結構長く同じフェアウェイウッドを使う場合もあるし、あのその辺は僕は全然ダメじゃないと思います。という感じで、どこどこのブランドが今流行ってるからっていうのももちろん大切です。それもそれで楽しむのもいいかもしれませんけれど、まあ、スコアを良くさせていくっていう面で考えていくと、クラブ選びでもあのかなりね、スコアも変わってくると思いますので、そこら辺ちょっと参考にしていただければというふうに思います。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録やいいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。